100年の歴史を持つ政党、戦前戦後一貫して同じ名前で活動した政党が日本に一つだけあります。日本共産党です。紆余曲折を経ながらも一世紀を生きながらえた党、皆さんとその歴史を振り返っていきたいと思います。日本共産党の100年、戦前兵その1、日本社会主義の明け頃。日本共産党は1922年に創立されました。しかしそれは天から降って湧いたわけでも、外から適当に持ち込まれたわけでもありません。そこに至る長い歴史がありました。時は明治、維新の気風が残るこの頃、日本政府はだんだんと中央集権と絶対主義の国家体制を築いていきました。政府が絶対主義的体制を施行する一方で、自由主義的な知識人たちは共和的な政体を求めました。そこで発生したのが近代日本で最初の大規模な政治運動、自由民権運動です。ここから各地で政党や結社が生まれ、政論を語る新聞や各地での辻演説も盛んになっていったのでした。そしてこの流れの最左派の中から日本の社会主義運動の源流が生まれます。東洋のルソーと言われた中江町民は積極的に西洋の人権論を紹介し、後にこの文化から高徳秋水が現れます。また同時期に社会ダーウィニストの樽井藤吉は佐賀県を中心に東洋社会党を結成、日本で最初の社会党を名乗った政党でした。しかしこの時期の社会主義運動はほとんど成功しませんでした。なぜならばその活動の主体となったのは地主、知識人階層ばかりで、農民層を固く結集させることができなかったから。さらに日本の資本主義はまだ未発達で、労働者階級もほとんど存在していなかったからです。東洋社会党は3000人の農民を組織したにもかかわらず、樽井が逮捕されるとすぐに予算無償したといいます。秩父公民党事件のような大規模な農民蜂起もありましたが、成功はしませんでした。結局1890年に大日本帝国憲法が施行され、日本は絶対主義的天皇制を基礎とする国家となりました。自由民権運動の諸派は機械の政党として生き残る一方、政府の取り締まりにより民主政体を求める者たちは激しい弾圧を受けることとなります。こうして日本の社会主義運動は息絶えるかに見えました。しかし日本資本主義が発達し、労働者が増えるにつれて、次第に労働問題や公害が発生してきます。また既成地主制に苦しむ農民の立ち上がりも散発的に現れてきました。いわゆる社会問題の発生です。高島炭鉱事件、足尾鉱毒事件、都市スラムの問題などは全国的に報じられました。日清戦争の前後から全国で労働争議や小作争議が多発。アメリカ帰りの高野房太郎や片山千が労働組合の組織に放送しました。これらを背景に日本の社会主義運動も再生の道をたどります。しかしそれは茨の道でした。1898年に安倍総羅キリスト教社会主義者たちと高徳秋水ら民権左派社会主義者によって社会主義研究会が結成。これが1900年には社会主義協会に改名し、このメンバーを中心に1901年日本で最初の社会主義政党、社会民主党が結成されました。創設メンバーは片山線、安倍総、高徳秋水、西川幸次郎、木下直江、川上清などでした。軍備の全廃や直接投票の議会選挙などを掲げましたが、結成後2日で政府によって禁止されました。この頃、治安警察法も制定され、労働運動が正式に非合法化されました。政府が弾圧を強める中でも、社会問題は収まるところを知りません。田中正造の直訴、日本の仮想社会や職工事情のような告発、製紙工場や軍工廠での葬儀のような事件が相次ぎました。このような中で
日露戦争会戦前夜を迎えます。当時大人気だったよろず情報という新聞は、はじめ非戦論を訴えたものの、後に開戦論に転向。これに反旗を翻した記者高徳秋水と坂井俊彦が、平民主義、社会主義、平和主義を掲げて平民社を結成、平民新聞を発行しました。平民社の同人は、遊説や行商を通じて社会主義の伝道に努めました。また日露戦争反戦運動も行い、1904年には片山線が第二インターナショナルのアムステルダム大会に出席し、ロシアのプレハーノフと共に終戦を訴え友好の握手をしたことが有名です。しかし政府の弾圧は激しく、日露戦争終結直後に平民社は解散に追い込まれました。平民社の人々は諦めませんでした。新聞、雑誌の発行を続け、1906年には合法政党として日本社会党を結成し、各地に支部を設けました。同年には運賃値上げに起こった市民による東京市電焼き打ち事件があり、ここでの社会主義者の活躍から日本で最初の社会主義者の自由運動と言われます。労働運動はさらに激化し、1907年には238件と第一次世界大戦以前で最大となりました。社会主義の地方新聞や地方結社が作られ、それらを後押ししました。しかしここでつまずきが起こります。社会主義運動が大きくなるにつれ、議会活動のみで社会変革ができるという議会政策派と暴動で政府を転覆すべきという直接行動派という2つの潮流が形成されていったのです。現代から見ればどちらの立場も絶対主義的天皇制国家の強さを甘く見る日和見主義的な見解でした。しかし最終的に日本の社会主義運動はこの2つに分裂、日本社会党は解散してしまいます。悲劇は続きます。1908年、山口吉蔵の出国歓迎会で直接行動派が赤旗を掲げて革命家を歌って祝ったために逮捕され、赤旗事件が起こります。政府はこれを大事件に仕立て上げ、直接行動派の死たる人々は皆逮捕されてしまいました。政府の弾圧はどんどん苛烈になっていきます。そして1910年5月25日、天皇暗殺を企てたとして全国的な社会主義者検挙を行います。これが西の大逆事件です。高徳秋水ら12人が死刑に処されました。これにより社会主義運動は一時壊滅し、社会主義冬の時代と呼ばれる時期が来たのでした。明治時代の社会主義者たちは、キリスト教社会主義、トルストイ主義、ラッサール主義、クロポトキン主義などの様々な思想が入り乱れていました。マルクス主義の哲学はまだ日本に入っておらず、運動を導く方針の等も主体的条件も備わっていなかったために、運動は成功しませんでした。しかしそれでもこの時代に築かれた成果が後の大運動への伏線になっていくのでした。